はい、こんにちは、こんばんは。爽快キックです。今回もね、レトロフリークにレトロゲームをインストールしていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、スポーツドリンクをいただきながらプレイしていきたいと思います。現在ね、194本、ひょっとしたら今回ので、5本あるんですよ。あ、199本だ、200本いかねえや。もう一本買ってきたらよかったですね。全然計算してませんでした。それで、ね、今日ね、古本市場行ってきたんですけど、まあ、ついでにね、一蘭食べに行ったんですよ。一蘭ってラーメン屋ですよ。豚骨ラーメンね。豚骨ラーメン、一蘭ね、久々に行ったんですけどね。一蘭ってね、頼むとき、紙を書くんですよね。麺固めとかね。辛さとか、いろいろ選択できるんですよ。その中にね、チャーシューあるなしっていうのがあったんですよ。あれってチャーシューなしって選択する人なんていてるの？ね、びっくりしましたね。うん。それちょっと忘れててね、チャーシューなしなんかして、チャーシュー本当乗っかってねえのかなと思って。それないですよね。うん。まあ女性の方なんかがね、ダイエットとかしてたら、ひょっとしたらチャーシューなしを選択する可能性もあるのかなと思うんですけど、あれはちょっとびっくりしましたね。はい。まあそんなことはどうでもいいので、今回ね、古市で買ってきたソフトから行ってきましょうか。まずファミコンですね。戦場の狼。これはね、480円でした。うん。まあ相場的にどうかなと思ったんですけど、帰ってきてね、Amazon のマケプレ調べてみたら、だいたい送料とね、カセット代合わせて、まあ、だいたいこんなもんですよ。460円ぐらいと。まあ、相場通りじゃないかなと。それでね、もう一本。ベストプレイプレ野球2かな、これ。ね。僕はね、ベストプレイプレ野球すごい好きでね、はい。うん。2からひょっとしたらパリーグも入るようになった。ね、おそらくそうだと思うんですけど、1をね、久々にこの前インストールしてね、セリーグしか入ってなくてちょっと驚いたんですけど、2はおそらくね、パリーグも入ってると思います。はい。あと、スーパーファミコンですね。スーパーフォーメーションサッカー2。それとね、スターフォックスね。スーパーフォーメーションサッカー2が80円。スターフォックスが180円でした。はい。うん。まあ、どうしてもね、Amazon のマケプレイとかだとね、うん、カセット買うとね、送料が入るんで、まあ、180円、80円ぐらいだったら、店舗で買った方が安いんじゃないかなと。はい。あと一本ね、これ、マケプレで買ってます。筋肉マン、マッスルタッグマッチ、ファミコンですね。はい。うん。これ先にインストールしようか。ね。筋肉マンはね、昔ね、小学生の頃だと思うんですけど、対戦やりましたね。僕はこれ、個人的に所有してなかったので、もうボコられてましたよ。なんかブロッケンジュニアすごい使い方上手いやつがいて、ボコられてました。はめられてました。だから、面白かった印象あるけど、あんまストレス溜まるゲームだよね、これね。1985年だから、ね、本当に小学生の頃だよね、これね。懐かしい。これね、最近クソゲーっていう人がいるんだけど、まあ、はっきり言って神ゲーですよね。僕ら小学生の頃って言ったらやっぱ筋肉マン流行ってたし、これクソゲーっていう人はいなかったと思うんだけどね。まあ、ただ下手くそはね、上手い人にボコられるのが、はめられるのがね、恒例でしたけどね。まあ、やっぱりね、これブロッケンですよね。これだよね、ブロッケンジュニア。相手は筋肉マンやるか。正義の味方、あれ？あ、そう、タグマッチか。ブロッケンでね、ちょっと、これどうやってやるの？パンチか。パンチ。おぉ。おぉ。なんだこれ。これやっぱり操作性いいよな。タッグチーム、プロレスリングなんかよりはるかにいいと思うけどね。これ、ミート君がね、ボール投げるんで、取らないといけないね。よーし。取れなかった。もうちょっと優しいボール放ってくれよ。ねえ。ブロッケンの技どうやって出すのかな？毒ガス出したいんだけど、弾取らないとダメなのかな？マジで？はめてる。待ってください。ちょっと交代します。ちょブロッケン大丈夫か？ブロッケン大丈夫か？ブロッケン。よし、筋肉マン。筋肉マン。
ゴッファイこれさ、面白いよな、これ。これ必死にやってましたよ、小学生の頃、本当に。これ何年ぶりかな、これやるの。本当に久々だと思いますね。うん。ちょっと取りたい取りたい。このね、光の玉取ったら必殺技出せんのかな。見とくよ。あ、下かいよ、お前。いやーい。これなんか必殺技出せない。出し方がわかんねえ。ちょっと、どうやって出すんこれ。ガチャプレイしてるけどさ、全然わかんねえや。必殺技出したいんだけどね、ちょっとやり方わかんねえな。ひどい試合やね、なんかね。筋肉マン、多分筋肉バスターとか出すんでしょ。どうやって出すのかな。ちょっと操作がわかんねえな。やばいやばい。おー、すごいドロップキック。ドロップキックパンチしかねえのかよ、これ。負けてしまいました、あれ。あ、まだあるんだ。ちょっと、かよ、ブロッケンでさ、ブロッケンで毒ガス出したいんだよね、俺。どうやって出すんですかね。え、B を押しながら A とか。A を押しながら B とか。ファミコンだからね、これ、ボタン2つしかなかったはずなんで、まあ、LR もないし、セレクトとかスタート使わないの、もちろん。もちろん使えませんよね。ということは、十字ボタンとなんかボタン、AB ボタンの組み合わせですかね。どうなんですかね。あ、来た。毒ガス、毒ガス、毒ガス。あ、毒ガス出た。ちょっと、筋肉マンに変わるなよ。おい！毒ガス出たね、今一瞬ね。毒ガス出たのに、ちょっと毒ガス使いたいんですよ。ちょっと、はめないでよ。ちょっとはめないでって、ラーメンマン。ラーメンマンはめないでよ。あ、筋肉、あ、来た。筋肉マスター。よし。A ボタンで、あれやな、普通に出るわ。下方 A ボタンですね、これね。簡単に出るんだ。なるほど。今度取りますよ。今度取りますよ。ちょっと待て待て待て。うまいな、これ。コンピューター強いな。取りたい。取れねえよ。もうダメだよ。体力ねえよ。ブロッケンジュニアさ。負けたわ。うん、ブロッケンジュニアの毒ガス一発しか出せなかったな。面白い、うん。面白いですよね、これね。うん、必死にやってたな。いや、これはもう神ゲーですよ、うん。ロックしましょうね、はい。ちょっと一旦切りますね。ちょっと最近調子おかしいので。さて、始めていきましょう。今回もね、ちょっとね、途切れてました。申し訳ございません。はい。あ、それでね、筋肉マンちょうど300円でした。送料とね、カセット代いくらやったっけな。カセット代と送料込みで300円ちょうどだったのかな。はい。うん。まあ、筋肉が入りました。ファミコンからやっていきましょうね。まあ、やっぱり戦場の狼でしょ、これ。480円のコスパじゃねえや。戦場の狼って言ったらね、BGM がね、でってれでってってってれでってってでれってってってれでってってれでって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 でってれでってってってれでって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 もう今でも、ソランジって歌えるっていう。行きましょう。アムロ、行きまーす。これやるの恥ずかしくなってきたね。うん。あ、入らねえや。古市頼むよ。あれ、うんともすんとも言いませんね。あ、これ閉じないといけないんですかね。よし。入りました。カプコンね。はい。カプンコ。
これね、僕ね、すごい苦手でしたね。得意なゲームあるのかよって感じでしたけど、戦場の狼ね、すごい難しいですよね、これね。一面もクリアできなかったんじゃないかな。この音楽最高だよね。これ熱いよ。熱いよ、これ。熱いよ、これ。おい、おい。あ、これは、ちょっと待て。これ爆弾で投げないとね。爆弾あんなに飛ぶんや。ちょっと待ってくださいね。1の1、1の1はクリアしてんの。弾来るからね、これね。こんな難しかったっけ、これ。これきついわ。ラジオ課長、何周かしてましたよね。一回はクリアしてたよね、これ。大したもんやな、これな。もうクリアするって。あば、あぶね。あぶな、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 あぶな。怖え、怖え、怖えよ。危ない。危ない。怖え、怖え、無理無理、こんな。ちょっと待って、待って、なんだよ。いや、これ先に進める感じがしませんね。今はさすがに1の1は超えたんじゃないのか。超えましたよね。もう一回やらせてください。ワンマンチャンス。一人でね、突っ込んでいくのがかっこいいよね。だから狼なんだろうね。一匹狼。ね。斜めに行かないの？斜めに行くか。行かないことはないんだろうね。これアナログスティックの方が絶対いいよね、こういうやつは。うん。なんか画面がね、ちらついてますけど、これは、どういうわけなのかよくわかりませんね。うん。なんか、危ういね。お前。あんまりね、止まらずに進んでいた方がいいんだもんね。あれ、ポリオ、助ける、助ける、よーし。危ねえよ。まだ1の1なんや。これすごい硬派なゲームですよね。こういうゲームに、だから当時のね、小学生はかっこいいと思ったんですよね。今の子供たちからしたら考えられないでしょう。進んでいいんだよね。進みましょう。おお、怖え。追いかけてくるなよ。爆弾ってあんな飛ぶんや。こんなんやったの、こんな軌道やったんすよ。ちょっと。すごい難しいな。当たらないじゃん。当たった、当たった。よし。一発で全部消えるんだ。ナイスコントロール。危ない。この辺でしょ。ナイスコントロール。あっ、これ上手い人はね、本当にゲーム上手い人だと思うんで、だから最近のゲームで言ったら TPS とか、TPS じゃねえ、FPS 上手い人なんか、これ戦場の狼上手いんじゃないですか。これやっぱりゲーム力がね、試されるね、このゲーム。うん。そんな感じがします。これ上手い人は本当にゲームがね、上手い人ですよ。うん。俺だからこういうのダメだから、ゲーム下手なんだろうね。うん。このゲームでやっぱり差が分かれるじゃないですか。ね、ゲームの構成って。ね、RPG とかね、シミュレーションとかだったらそんなね、ゲームの構成、その手先の器用さとかさ、反射神経とか関係ないけど、やっぱりアクションゲームね、こういう、特に銃を撃つゲームはね、やっぱりあるんだよ。うん。さて、ベストプレイプレイ級2ね。はい。これ、パリーグもね、あると思います。で、パリーグのオリックスじゃない、阪急かと。ね。ムツアブラっていう友人のね、あだ名をね、登録して
ね、カセット貸してね、まあ、それでね、ムツアブラっていうね、あのバッターが、たまに代打出てくるんですよ。1割8分で、ホームラン2本ぐらいのやつをね、登録したんですけど、まあ、そいつがね、あの代打で出てきたようでね、すごい怒ってましたね、そいつ。これ、はい、これだと思うんだけどな、おそらく貸し借りして、ブログで綴ったことあるんですけど、これ、パリーグ入ってるよね。1990年だから、ちょうどその頃だと思いますね、はい。うん。ね、そうだよ。1990年3月30日。ね、そうだよね。うん。ごめんなさい。ゲーム始めていいか。入ったね。よし。あまりでもこれ記憶いないな、これ。こんなゲームだったっけ？違うかもしんない、これ。これ、そんなやった記憶ないな。これパリーグ入ってんの？ちょっとわかんねえ。リーグデータ。あ、これパリーグも入ってるね。パリーグ入ってるわ。でもこれはちょっと記憶いないな。これデータ変えれるんですよね。はい。いや、違うかな、これ。なんか俺が思ってるのと全然違うな。あ、パリーグとセリーグ最初にこんな切り替えないと遊べないんだ。そんなんでしたか。全然記憶に残ってないな、これ。なんかタイムリープしてきた感じがしますね。こんな感じでしたっけ。じゃ、公式戦いきますね。あ、これパリーグになってるんだね。だからちょっと記憶に残ってませんね。まあでもこの画面はなんか覚えてるな。まあこれはもう一緒ですよね、ワンとね。これあれ阪急じゃないね。ブルーウェーブになってるんだ、この時。ひょっとしたら。1990年でしょ？ 1990年3月？まあ、俺が中3だよ。中2の終わりか。ね。ちょっと記憶に残ってないなぁ。ごめんなさい。これ基本的に見てるだけなんですよね。はい。こういう、だから、ごめんなさい。昔からね、見てるゲームが好きなんですよ。だからダビスタとかも、ウィッグとかもね、好きなんでしょうね。ほんで、いろいろね、データを変えてね。うん。まあ、一応サインとか出せるんですよ。あの、ヒットエンドランとか盗塁とかね、バントとかサイン出せるんだけど、ほとんどだから任せた、コンピューターに。ごめんなさいね。中島。これでも、ね、ユニフォームが、ね、青と黄色だから、ブルーウェーブの頃になってんのかな、これ。どうなんですかね、ちょっとわからねえな。あ、ちゃんと清原のね、応援歌ですよ、これ。チャンスに強い清原。ディスラーで。これセーブが強い、これ。まあ、これずっとやっててもしゃあないな、これ。これね、まあ、今の時代、ベストプレープ野球どうなのかな、やっぱり、退屈に感じる人が多いんでしょうね。うん。こういうゲーム、僕は好きだったんだけど、やっぱり全く野球知らない人からしたら、これゲームかよっていう感じがすると思うんでね。これ今遊べるかって言ったらちょっと難しいかもしれないね。僕でもちょっと難しいかもしれない。ね、データ変えれると言っても、今やもうね、紅白戦もあるしね。さすがに紅白戦はね、再現されてないので、難しいよね。あ、ごめんなさい、ちょっと。何やってんの、これ。ロックですね。はい。ちょっと思い違い、記憶違いがあるのかな、わかんねえな。一旦止めますね。はい。はい。次はね、スーパーファミコン2本やっていきましょう。
まずスターフォックスからやっていきましょうかね。スターフォックスに関しては、ミニスーパーファミコンで幻のカセット、スーパーフォックス2でしたっけね、出るはずが出なかったスーパーフォックス、ごめんなさい、スターフォックス2がね、ミニスーパーファミコンに含まれていたと。それが話題になってましたよね。うん。昔スターフォックスはね、全然記憶いないな。やったことあるのかな？やったことないと思いますね。正直、このね、アメコミなの？スターフォックスってよくわかんないんだけど。アメコミとか興味ないし、スパイダーマンとか。バットマンとかあんまり興味ないんで、スターフォックスもなんか、まあひょっとしたら日本のものかもしれないけど、なんか、洋物みたいな感じじゃないですか。だから僕はこういうのは、あまり好きじゃないんですよ。うん。さて、1993の新しいね。新しいね。ね、これ、キツネのやつですよね。はい。キツネのキャラクターが宇宙に飛んでね、打ち合いするやつでしょう。ね、これ確かね、大学時代にね、大学時代の友人がね、なんか、これこそまさに未来のあるゲームだよって言ってた記憶があるんですよね。あれ、夏さんかな？なんかそんな話をしてて、お前バカだなっていう話をね、してた記憶があるんだけど、あれスターフォックスかな？と記憶があやふやなんですけど。まあでも確かにその通りだと思うんですけど、まあでもスターフォックスの最新作なんかそんな出てないよね。うん。これやったことあるような気するんだよ、なんかな。うん。まあ、ゲーム行きましょう。あ、ちょっと見てなかった。ブース、全然見てなかった。あ、画面だけ見たらなんかかっこいいな、これ。3通り選べると。やっぱ地球みたいなの通った方がいいじゃないですか。地球じゃないかな、あれ。全然違うな。まあ、シューティングですよね。3D シューティング。はい。まあ、これが進化してね、アフターバーナーとかに繋がっていったのかな。ね。アフターバーナーって言ったらでもセガだよね。アフターバーナーとかも僕はそんな好きじゃなかったんで、こういうのは好みじゃないんですよね。これやったことあるような気するな、だけど。なんでこんなのが未来あるんだよって言ってた記憶があるんだけどね。これスーパーファミコンだからボタンどうかちょっとわかんないな。ああ、なるほど。ちょっと、なるほどね。なるほどね。わかったわかった。これ爆弾しか出さないのかな？これ食ったら得点高いとかそうなんでしょ？ね。ちょミニミサイル、ミニミサイルって言わねえ。よくわかんねえな、ミサイルが。ミサイル出てます？この、ちょっと待ってくださいね。ミニミサイルがね、ないような感じ。あ、食らったね。あ、でもシールドがまだあるかな。あ、ボタン出ないけどね。あ、しまった。あ、大丈夫か。ちょっと、通りたい、通りたい、通りたい、ね。なんだよ。ね。ミサイルかわかんない。これミサイルだ。あ、なるほど。四角だ。Y ボタンだ。ね。はい。危ない。あ、これだからアフターバナトとかと一緒だよ。うん。分かってきました。大体。危ない。あ、危ねえ。危ない。あ、惜しい。未来のあるゲームだ。もう倒れるのかよ。ちょっと。マジでよし。あ、シールドもない。シールドもない。やばい。やばいですよ。やばいですよ。助けてくださいよ。ニュータイプのアムロじゃなかったんですか、あなたは。うん。おぉ。あ、当たった。あ、なるほど。でも、面白いな、これな。意外と。うん。まあ、未来をね、感じさせるゲームですね、これね。はい。ステージ1。まだあるんだ。これね、あ、しかもこのミサイルもね、ちょっと温存しておかないといけません。はい。
これでも、まあ、操作性いいな結構な、うん、グラフィックやっぱりしょぼいけどね操作性はいいですよ、うん、アフターバーナーって言ったらね Xbox360 と、ね、PS3 で出てましたよね、うん、あ、ブーストで、あ、なるほどね、くぐらないといけないんだ、うん、面白いわ、うん、スターフォックス、これスーパーファミコン版が初助作ですかね、うん、これからシリーズがね続いていったんでしょうね、うん、なるほど、まあそれ最後ですね、スーパーフォーメーションサッカー2、僕はフォーメーションサッカーは結構ね好きでしたね、うまかったよ、うん、結構うまかった、僕は当時サッカーとか全然知らなかったけど、うん、面白かったな、これは。プリンスマン。プリンスマンじゃなかった、あれ。プリンスマンってどこの選手だ、ドイツか。ね。入りましたね、よし。うん、プリンスマンしか覚えてねえな。ちょっとブラジルの選手を見たいですね。ブラジルがだから、ロマーリオとかあたりでしょう。ロマーリオと誰だっけ？いましたよね。これなんか見たことあるな。94と一緒じゃないのこれ、この画面。一緒なような感じがするけど。エキシビジョンやりましょうね。はい。あ、レギュラーゲーム、はい。ああ、どうしようか。オールスターでやります？ナショナルチーム。まあ、ナショナルチームの方がいいかな。うん。ワンピー対コムね、はい。うん。名前だよね、やっぱり。名前出さないとわからないから。あ、この画面懐かしいな。ちょっとブラジルね、選択します。相手はね、ちょっとドイツのね、プリンスマン、ドイツだっけ？これか。ね、ゲルマニー。これにしよう。うん。ドイツの方が強いね。これから僕はよくわからないんだな。まあ、ブラジルって言ったら、うわ、攻撃のチームだからね。こんな感じでいいかなと。あ、オートでよかったね。あれ、キーパー、オートにした方がよかったな。あ、ラマーリオ、ロマーリオいるじゃないですか。ラマーリオ。ラマーリオか。ロマーリオ、ジッコーもね、ジーコー。あと知ってるのはあまりない。ハイー、ライーですかね。うん。ライーもいい選手でしたね。ね、プリンスいるでしょ。プリンスマンじゃないんだよ。プリンスか。ドイツね、はい。うん。すごい選手なんですよね。当時だから、あまりサッカーのこと詳しくなかったんで。あの、イタリアのバッチョと、ブラジルの、誰だっけ？ブラジルと決勝戦でぶつかった時ありましたよね。あれ、アメリカ大会か。あれで初めてね、ワールドカップ見て、あ、サッカーってこんな面白いんやと思った記憶がありますね。はい。それからね、日本でもサッカーが人気出てきて、ワールドカップって言ったら大体楽しみにしてますよ、僕は。僕は結構サッカーも好きだから、見るの。やるのは全然ダメだけど、サッカーはね。うん、あ、やべ。キーパーはやっぱりね、オープンにしないとダメだ。これ面白いんですよ、でもスーパーフォーメーションサッカーで。スーパーファミコン時代、このサッカーゲームが一番面白かったと思いますね。うん、あ、シュート、シュート。シュート、シュート、シュート。ちょっと、シュートのボタンがわかんない。ファールかよ。あ、すごいいいキャラの審判ですね。イルカード。ファールかな、今。これね、ショルダーアタックルからもう、結構決まりますからね。後ろから行ったらダメなんだ。危ない。危ない。あ、丸ボタンダメだって。おい、危ない。危ない。危ない。これ昔もね、あの、スーパーフォーメーションサッカーの思い出のレトロゲームの実況で上げててね、すごい低評価もらいましたね。うん。すごい下手くそだったんで。あれひどいよな。
しょうもない話してましたしね、それで数のことについて、ね、ちょっと話してた、やばい、やばい。これね、昔上手かったんですよ、実は。全然操作方法とか覚えてないからね。あ、四角が、うわ、最初日本とかにしておけばよかったね、これね。相手強いわ、これ。ドイツとかさ。ドイツの方が強いんだもん、ブラジルより。あ、プリンスマンなんて止められないって、プリンスなんて。プリンス。1点取りたいんだけどね。あ、これ、なんか、パスする相手とか変えないってすごいね、こいつら。あ、ま、なんだよ、これ。最初からね、うまくできる人は本当にうまい人で、僕はちょっと下手くそなんで。これ相手も強いですからね。ちょっと、スピードが速いよな。危ない。ああ、やっぱ LR で変えるんだ。ね。パス相手をね、はい。R。やめましょうか。できねえわ、これ。うん。というわけでね、今回全部入りました。無事にね、全部インストールできました。はい。ちょっと199本って言ったら、キレじゃねえ。キリがね、悪いですけど。まあ、あと1本買えばね、200本ですよ、次に。あと100本。うん、まだまだですけどね、目標の300本は。まあ、というわけでね、今回これで終了しますね。はい。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。